生きる。ど、真田を支える力となりましょう。北条は未だ徹底抗戦の構えを崩さぬか。小田原城が落ちるはずがないという考えなのでしょうか。小田原城は落ちずとも兵と民は死に続ける。関東の守護は聞いて呆れる。北条の抵抗ももうじき終わる。利家殿、どういうことだ。次の戦は値切りにする。それは。抵抗する者は容赦しない。八王子城にいる者は誰彼構わず根絶やした。そして北条の士気をくじくと。そういうことだ。それは秀吉様のご命令か。俺の一存で決めたことだ。戦を終わらせるにはこれしかねえ。従ってもらうぞ正行。父上。承知した。抵抗する者は容赦しない。八王子城にいる者は誰彼構わず根絶やした。闇夜で敵の布陣は読めんが構うことはねえ。しらみつぶしに叩き切れ。見せつけるのがこたびの目的ならば、大将閣が誰一人かけてはならない。本陣に攻め込まれるなどもってのほか。さように心得る。やめてくれ。よく見てくれ。わしらは兵士じゃねえ。こうするしかねえんだ。こうしなきゃ小田原の連中はわからねえ。さて次はどこを落とすか。夜は狙いを定めづらいな。鉄砲隊、朝までしのげ。夜明けとともに一斉射撃だ。敵は鉄砲隊を配備しているようですね。夜の間殲滅した方が良さそうです。鉄砲隊の配置、八方城で捕らえた兵士など存じている。お見せしよう。好きにはさせん。現れたばかりか。情報を漏らすなど恥知らずに。勝てる見込みのない戦を無意に続ける。恥知らずはどちら。
せておけ。出さずに済んでよかった。圧倒的な力と恐怖で抵抗の意志をくじく。確かに効率的だ。まるで魔王の戦であるな。よし、これだ。これが戦を終わらせる早道だ。武士の情けだ。わしの命などくれてやるゆえ、城中の女子供は見逃してくれ。それはできねえ。目で知ったわ。そういう意味だ。ならば、わしは貴様を地獄の道連れにするのみ。真田の名、怪我さずに済んでよかった。ようやく戻られた。
攻略の目処はつきましたかね、藤田殿。どうにか一人。ただ、急がねばなりますまいさ。砦の民兵が進軍を阻もうとしているが、八形城の剣を知れば逃げ散ろうのだ。八形城では大筒で撃ちまくられて散々な目に。恐ろしい。これはもう退散するしかねえだよ。あとは私に。皆殺しって言ったはずなんだが、あとは私任せておけ。落ちしていた。だがそれでも多少の工夫はせねば効率の悪すぎる。ありがたよ。いっそこちらから打って出るべきか。敵の本陣を突き一気に落としてしまえば。横地様、敵が迫っております。あとは私に任せてお逃げください。開門。出番。捕らえた。すまぬ。必ず八王子に援軍を連れて参るぞ。お武家様たちがいなくても、オラたちが八王子を守るんだ。なんでそうまでして抵抗すんだ。もうやめねえか、お前ら。さらなのな、怪我さずに済んでよかった。敵の布陣も全て見えた。残る将を倒して戦を終わらせるんだ。痛みます。己の無力さを噛みしめなさい、カネ。それはあなたの義を育てることになるのです。よし、これでいい。これが戦を終わらせる早道だ。敵将討ち取ったり。終わったな。戦は終わりだ。年家、槍を下ろせ。
利家殿、父上、本陣より使いが参りました。北条方の士気は目に見えて下がっているとのこと。寝返りも多く出ていよう。北条は中から崩れる。武田と同じようにな。はい、おっしゃる通りです。これで間もなく戦は終わる。太平は目の前だ。ご苦労だったな、正行、信行。ああ。は。利家殿は己の一存とおっしゃいましたが、本当は秀吉様のお指図があったのでは。言うな。利家の心意気が無意になる。天下のために知恵を使ってくれ。わしは秀吉様にそう言われておった。それがどうだ。利家一人に泥をかぶらせてこの始末。秀吉様もさぞ落胆されておろう。されど、これで戦は終わります。太平の世を一日も早く築くためには、これもやむを得ない犠牲であったと申すか。今日の犠牲に報いるため太平をか。どこかで聞いたようなセリフだな。父上。つまらぬ。それではつまらぬのだ。わしは。